はい、こんにちは。税理士川みなみです。この動画はですね、個人事業向け、自営業の方向けの内容になっていまして、ビジネスをすると必要になる経理の基礎や税金確定申告についての情報を、日本人があまり勉強する機会がないお金の話についてなるべく分かりやすく税理士が説明している動画です。これを見て動画やお金の知識を身につけたりですね、次のレベルアップの土台になったらいいなと思って、動画配信をしています。コメントや感想を取り上げてほしいテーマなどありましたら教えてください。あと励みになるのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではね、今日の動画はね、先ほどの冒頭で紹介したように確定申告についての準備、何をすれば下準備すればいいのかなということについてお話ししたいと思います。だから確定申告は、いきなりね、取り掛かってしまうとちょっとハードルが高いですので、下準備をする必要があるんですね。これは私はお客さんの実際に確定申告をするときにも一緒で、必ず下準備をしてから申告に取り掛かるようにしています。ではまず下準備についてね、何をしなければまずいけないのかというと、まあ一つ目、これ当たり前ですけど、まず経理をしないといけないですよね。これを終わらせて、まだまだの人はですよ、終わらせておく。普段コツコツ、まあね、比較的入力経理の方にも入力しているよとか、帳簿の方作ってるよって方は、ここはもうクリアだと思います。まずまあ経理を片付けておく、していくっていうのがまず一番最初の、大事段階ですよね。そしてじゃあこれが終わった時にどうすればいいのかっていうと、この帳簿上の現金の残高と、これ通帳ですね、まあ普通預金と呼ばれるものですけど、通帳の残高が合ってるかっていうのを見てほしいんですね。ここはまず合わせてほしいです。だから帳簿経理したものの現金と実際に自分のビジネスの手持ちにある現金が合っているか、残高がずれていないか。あとこれですね、通帳は絶対に数字が変わらないですので、通帳に印字されたものがそのまま通帳じゃない、帳簿や、経理の方の方に入力されていないとおかしいことになりますので、必ずこの通帳とその入力された経理の残高、ここがですねバッチリ合っているかどうか。この残高がじゃあいつの残高だと言いますと、ここはあれですね、12月31日現在の末の残高で合わせます。これがどうして12月31日かというとね、まあ、確定申告というのはこう1月の1日から12月31日でバサッと人為的に期間を切りまして、これを一期として、ここの数字の報告を3月の15日にするというのが確定申告の、簡単に言うとね、確定申告のシステムですね。ここ段階での現金と通帳の残高をまず合わせる必要があります。まあ、ずれている場合は必ずどこかが間違っていると思いますので、まあ、通帳の場合で言えば入力ミスとか、0が1つ多い少ないとか、6と9がひっくり返って入力されているというのがありますので、そのあたりは、直して訂正してください。まずこれが第一段階ですね。その次にですけど、じゃあ何をすればいいのかと言いますと、あとね、仕入れがある方は必ず棚卸しをするのも、これも準備段階の一つですね。棚卸しっていうのはここですね、12月31日現在に仕入れた在庫、残りがいくらあるのかっていうのです。これは棚卸しの動画を一つ撮ってますので、どういうのが棚卸し、なんで棚卸ししなければいけないのかっていうのはそちらの動画で説明してますので、そちらの動画、探していただいて見ていただければいいかと思います。今棚卸しをする必要があるってことですね。まあ、仕入れがある方だけです。これは仕入れがない方はしなくても大丈夫ですね。まあ、仕入れがない方はどういう方っていうと、私のようにこう、何ていうの、商品を仕入れて売ってないサービスをしている方、サービス業の方がこちらになりますね。はい。で、次に、原価償却。これね、原価償却っていうのがちょっとね、なかなかね、一つの動画がもう一本できそうな感じなんですけど、期中ですよね。この間に、要は10万円を超えるような大きな買い物をしている方は、その、まあ、例えば車とかね、コピー機を買い替えたとか、そういう形ですね、10万円以上、まあ、エアコンとかそういうのもなりますね、まあ、パソコンを買い買ったっていうのも10万円以上する場合があるかもしれませんのものを買った場合は、これの、金額ですよね、請求書や、まあ、領収書、あと明細書ですね、が分かるものを準備してほしいです。まあ、要は購入日と商品名といくらのものを買ったか、いつ買ったかっていうのが分かるものを準備するというのが3つ目ですね。原価償却についてはまた詳しくね、動画で紹介できたらいいなと思っています。あとたまに結構質問が来ていて、メールをね、個別に、動画見たって方からくださるんですけど、開業届とかね、開業ってどうすればいいんですかとか、あとは青色と白色申告ってどう違ってどっちがいいんですかっていうような質問が来てますので、またそちらもね、動画にできたらいいかなと思っております。はい。
それであともう一つ決算で大事なことなんですけど、ちょっとここいっぱいになっちゃったのでめくっていいですかね。ちょっとめくりますね。ちょっとめくるの初めてかもしれないですね。このノート型になっているので、ね、次ですね、木をまたぐ処理がないかってことですね。木をまたぐというのはどういう意味か、まあ、売りかけとか買いかけっていうのは皆さん聞いたことありますかね。売りかけ金があるとか買いかけ金があるっていうのは皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、どういうことかと言いますと、さっき言ったように木は1月1日から12月31日で区切ってしますよね。なんですけども、ここの12月中の支払いがこう木をまたいで1月に支払えたり、まあ、入金される場合ってありますよね。もう12月に請求をかけたんだけども、お金の売り上げね、ここで売り上げは立つんですけど、請求をかけたんですけど、お金が実際入ってくるのは次の年になる、木をまたぐっていうんですけど、これを次の年になる場合ですね。ここで入金がある、例えば2月の2日に入金があるというの場合は、売上の場合は売掛金になりますし、逆ですね、仕入れで向こうから請求書が来たんですけど、こっちの支払いがここの木をまたいでここ以降で支払うというものは買掛金になりますので、こういう木をまたぐ処理がないかっていうのを、まず確認します。ここを確認しないと、例えばこれだとね、売掛金が漏れてると、ここの売上が漏れているよっていうふうに税務署から指摘される場合もありますので、そちらの方は気をつけてください。なのでまず経理を終わらすのと、現金と通帳の残高が合ってるかずれがないかどうかと、減価償却の方ですね、の10万以上の処理がないのかっていうの書類を準備するという、あとは棚卸しがある方は棚卸しをする、その次は木をまたぐ処理がないかっていうのを確認チェックしますね。まずこれぐらいで今日の、ね、動画は終わりたいと思います。まずこれをしないと、下準備 1,2,3 4つかな、4ポイントあげましたけど、まずそこを意識して準備するといいと思います。まあ、他にもね、いろいろとチェックする点はごまごま、あるんですけど、まあ、それはもう実際にね、そのお客様がどんなビジネスをされているかとか、その例えば借り入れがあるかないかによってまた見るポイントは変わってきますし、他にもあるんですけど、まあ、一般的にまあ皆さんがあるであろうというようなポイントをね、あの基礎のね、土台を説明している動画ですのでね、あまりマニアックなことを話しても、あと私にはそれが該当しないわとかいう場合もあるかと思います。まあ、逆にね、あのざっくりとあのよくある一般的な話をしますので、この場合はどうなるのかなとか、私の場合はこういうのがあるんですけどっていう質問や疑問が出てくる場合があると思うんです、動画を見てると。まあ、それでしたらね、もうそういう方はもう次のレベルの他の先生方がね、あの書いてるようなGoogle とか Yahoo で検索していただいて調べていただいても結構ですし、まあ、どうしてもね、あの税理士に直接聞きたいっていうことでしたら、私あのオンラインサロンっていうのをやっておりまして、税理士川みなみのオンラインサロン会議室っていうのを運営していまして、そこだと、まあ、どこに住んでる方でも全国でもオンライン上で、まあ、Facebook の非公開グループを作ってまして、そこに会員になってくれた方は招待して、そこでね、あの投稿によって質問したりとか、こういう場合はどうなりますかとかいう、あの、まあ、実際の節税方法とか税金確定申告についての質問が結構バンバン出てますので、そちらの方であのうまく活用していただけると思います。あの税理士ね、雇うよりも本当にずっと安い価格で低価格で、税理士を味方に、つけることができます。また、私がね、実際平日毎日あの税金や確定申告やあの経理やあのビジネスマインド、まあ、企業向けに関しての情報を毎日、投稿してますので、それを読むだけでもかなり勉強になるかと思いますので、ぜひ、オンラインサロンの方、質問やね、聞きたいことがある方は、詳細の方にオンラインサロン川南税理あの税理士川南の会議室っていうのを貼ってありますので、リンクをそちらの方から飛んでいただいて、あのよく読んでいただいてご検討してくだされば嬉しいです。最近あの YouTube をね、見てくださったっていう方からの入会者があのちらちら出てきてますので、まあね、もっとね、より多く増えてね、なんか誰かのね、困ったとか、ちょっと聞きたいことがあるんだけどっていう、その受け皿をオンラインサロンの会議室でできたらいいなと思いで運営を始めたところでございますので、今日はちょっとね、その終わりのオンラインサロンのあれが多くなってしまいましたけど、説明が、ね、ぜひあの検討していただけるとこちらも励みになるので、ご検討ください。またね、あの取り上げてほしいね、あの動画やあの内容がありましたら、あのコメント欄でお知らせしていただければ取り上げられる可能性もありますので、そちらの方をよろしくお願いします。じゃあ今日はここまでにします。まあ、もう次ね、どうしようかな、何がいいかな、次の下準備として、まあそうですね、必要書類に行きましょうかね。揃える必要書類ですね。確定申告に必要な、まあ揃えないといけない必要書類について次の動画では説明したいと思います。今日は以上になります。じゃあまたお会いしましょう。税理士川南でした。